ございます。現在、10月の26日朝9時25分です。そして今ね、私がいるのは83ストリートのパークアベニューです。ちょっとね、時間調整のためね、今少し走ってみます。お客さんピックアップまだ少し時間があるんでね、これからね、メトロポリタンの前を通って5番街ちょっと走ります。このパークアベニュー見てもらうと分かるようにね、葉が落ちて、黄色い葉っぱが落ちてますよね、道路にね。ストリートに関してもこんな感じです。だからね、葉が全部落ちればあれですけどね、毎日のようにね、こう風が強い日とか雨が降るとね、どん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 落ちていきますから、車の上にね、乗っかっていきますよね、葉っぱがね。はい、正面メトロポリタンミュージアムです。5番街、83ストリート。今週のね、頭は暖かかったんですけどね、20度、日中だとね、20度超えてました。25度ぐらいまでなってたんですけどね、ちょっと涼しくなってきましたね。朝夕は、寒くなってきました。さんが用意してますね。アイスクリーム屋さんも来てんのか、早いな。ちょっと寒いかな、少しずつ食べるのね。日中になれば暖かくなるから20度ぐらいになるのかな、20度超えるかな。並んでますね。あ、選挙だ。これみんな選挙で並んでますよ。はい、79ストリート通過。セントラルパーク綺麗ですね。紅葉しています。歩いてる人の服装がね、まあ、秋から冬にかけてね、だん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 変わってきています。あと1週間ありますからね、ニューヨークシティマラソンが行われるときはもう少し、寒くなるんじゃないでしょうかね。ここは72ストリート、まあ、紅葉がね、郊外になればもう色づいてます。もしくは葉が落ちちゃってる。
66からクロスターンします。今日はね、5番を通らないでクロスターンをします。どうもね、ロックアベニューとかね、フェスティバルがあるんでね、一回西にちょっと出ます。今ね、66クロスターン、東から西に向かって、走ってます。両サイドのセントラルパーク、ちなみにね、ニューヨークシティマラソンはね、セントラルパーク入ってきて最終的にゴールするところはね、タバーオンザグリーンの前ぐらいですかね、なります。だ、西側でゴールするような感じです。あと1週間、グリーンマーケットはこのね、ところに出てます。66と65の間かな、のコロンバスとブロードウェイの間にね、この三角コーナーと出てます。正面ね、ジュリアードスクールがあるところね、あのリンカンセンターとかね、アリスタリーホールとかね、あります。まだ9時30分過ぎですけど、そんなにまだね、リマーケットの人はいないですけど、右がリンカンセンター、気温がずっと高めでしたからね、何日間か涼しい日、寒い日ありましたけども、ここに来てね、冷え込んできます。こんな感じでね、ちょっとね、紅葉のマンハッタンの、ね、紅葉がどんな感じかお見せしました。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。